ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回は信長の野望大使 PK 井伊家編をプレイしていきます。さあ当たったぞ。相手農兵精錬入ってんのかよ。危ないな。あ、そして戦場が狭い。舞台の強さチェックしよう。こちらの強さは攻撃力が、130ぐらいだね。防御力も結構高いです。秀吉が強い。150150。相手は農兵精錬も入ってるんでちょっと底上げされてるけど、もう断然こっちの方が舞台は強いです。まあ、真田昌幸の表裏卑怯のもの、前方範囲内の敵の移動速度と攻撃力低下、士気徐々に低下、多分これ入れれば、相手農兵だっていうのもあって士気も激減して、回想していくんじゃないかな。ゲージ使用7か。ちょっとこの辺りを使っていきたいですね。大返しでもいいな。移動上昇。で、どう当たるかなんだけど、のろし置きたいな。のろし置けば有利になるな、これ。大きく。はい、できました。今回ですね、やや後ろにのろしを置くことができたんで、こののろしと、先方ゲージが上昇する金を置いて、まあ、先方ゲージを増やしつつ兵数を回復して、敵を迎え撃とうと思います。睨み合いになったら、強い戦法を持ってるこっちの方が有利だと思うんだよね。だから一応敵を引き込んで戦いたい。まあ、うまくいくかわからない。敵ものろし置いて睨み合いになる可能性は結構あるんですけど、知ったこっちゃねえということで。いきます！秀吉を信じる！手柄を立ててみせよ。さあ、下がれ！みんな、気合を入れろよ！気合を入れろよ！とにかく、のろしを絶対に守るんだ。のろしだけ守れればいい。あ、問題雨降ってんだけどな。あー、敵ものろし置いてるな。そうきたか、そりゃそうだよな。敵ののろしをですね、馬場信春隊で壊しに行こうと思います。これ捕まっちゃうと相当ロスになるんだけど、行こう。壊せればでかい。一方的に兵数回復できるようになるんで壊したい。頼むぜ、お前の動きが全てを決めるんだ。馬場信春壊したらもうやられてもいい。よくないけど、待て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 、なんか囲まれてない？包囲されてる気がする。よくないね。迎え撃て迎え撃て。始めましょうか。さあ、こっそり壊せ、こっそり。いいよ、いいよ、もちろんもちろんもちろん、いいぞ、いいぞ。壊せ。ああ、バレた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 けど壊せる、これ。壊せ。壊した？よし、来たー！オッケー、でかした！帰ってこい！でかした！これは勝てる！これは勝てるぞ！もう帰ってきていいぞ！勝ちました。これは勝ちました。もうこっちだけ、兵回復できるんで。あとはもう騎馬鉄砲で鉄砲撃ってればいいよ。まぬけどもめ。はい、一方的に弾打ち込んでます。お分かりだろうか。これが稲富流の鉄砲術よ。相手前に出てこないな。撃たれてんの。よし、相手が前に出てくるまで僕こっちはもう前に出ません。前に出る理由がないんで。この鉄壁の布陣を見てください。ああ、もう最強すぎる。いつでも表裏卑怯を使えるぞ、しかもこれ。一方的に撃ててんだけど、敵は前に出てこない。なんだこれ。もう一生撃ち続けてればいいんだけど、これ。いいぞいいぞいいぞ。あー、突っ込んできた。気づいたぞ。撃たれてることに今気づいたらしい。鈍いなあ。おい、正幸さんお願いします。はい、表裏卑怯のもの、これが真田の軍略よ。あ、いけない。あ、あ、猿が引っかかっちゃった。猿のやつが引っかかりやがった。バカ野郎、もう行くしかねえ。こいつ止めないといけないね。うわー、えぐいことになってる。めっちゃ引っ張られてる。秀吉がと連れて行かれてるんだけど、これ良くないぞ。挙撃されて。ちょっともう何もできない。全員引っ張られてて何もできん。あー、うちののろし壊される、ここで。しょうがないな、もうこれは。まあ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 悪くない、ここまでで。十分十分。できるだけ相手の兵数を削りたいんですよね、ここで。逃がさずに捕らえたい。大返し使います、ここで。大返した、移動速度大アップ。さあ、追いかけて倒せ。これめちゃくちゃ足速くなるんで、見てください、この異様な足の速さ。これでも敵は逃れられません。できれば全滅させたい。よし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 。いやー、今回はうまくいった。いいぞいいぞ。さあ、追いかけろ。かっこ撃破だ。もう相手はチリチリだ。さあ、さらに大返し。これでもう相手は逃げられません。さあ、あと1部隊残り200人。はい、というわけで圧勝でした。これ全滅だぞ、全滅。一人も返してないはず。
73,900人敵が来て73,900人殺しました。恐ろしい。情け容赦なさすぎ。よっしゃー。いやーしーいいぞいいぞいいぞ。美人だから逃してやるか。ありがとう。さあこれでミノワを落とせるのかって思ったけど、1万にまだ1万4000人いんのかよ。つら。人数が多いなおい。ちょっとたまんねえなマジで。これここに15万人いるからな。バカじゃねえのっていう。無理だよ無理だよこんなの。15万人攻めてきたので籠城します。はい籠城。やばいやばいマジでやばい。それをね恐れていた。あー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 、ちょっと待て、本当に良くないね。どうしようかな、どうしようかな。無理だよこれ、無理だ、もう全然無理だよ。いや無理だな、無理ですね。山形正景、家康がいるのかここな。何してくるんだこいつら。50日後、伊達重さんね、68,000人。家康がいれば守れるかな、どうかな。ここで当たっても、ここで32,000人で当たればいけるかもしれない。あ強い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 、よかった家康がいてくれて、ありがとう家康。家康が負けたらおしまいです。家康が負けたらまあもうこの辺の領土はなくなりますね。旧上杉領は全部なくなります。とにかくもうこの八方城ぐらいまでは取らないと、ここで北条戦やめるわけにいかないからね。勝った意味がなくなっちゃうんで、このまま行きます。ただな、美濃は行ってもこれ美味しくないんだよな。秀吉隊美味しくないにも程があるんだよな。どっか違うとこで当たらないと。せめてどこで当たるんだ。でもこの準拳所壊したいな。信長に壊してもらおう準拳所。時間かかるんだよな準拳所壊すのって。秀吉隊は一回どっか絡めて、ここ行ってみるか。唐沢山こっちだ、よしこっちだ。いいとこ見つけたぞ。山越えで進軍します。ちょっとありえないんだけど、山を越え、温泉の脇を抜けて、山を越えて駆け下ります。めちゃくちゃな進軍ルートで行きます。あとこれだな、斎藤と清水隊やれないよね。あここで当たればめちゃくちゃ有利だぞ和田島。あここで当たっても有利じゃん。1万4500対4500と当たれる。準拳所効果出た。あレベル7準拳所3つもあるじゃん。やった、ちょろいな。いやもうこれ戦わずして勝てますよこれ。ここからここから勝機が開けるかもしれない。これマジでチャンス。ここはい来た。はい式なさるその我らの価値揺るぎません。やったね。我らが力、はい2000人で3万人倒しました。これはでかすぎでしょ。でこのまま神原城に入って、で中野城守りに行きたいけどな、ここだよな。我が志必ずや果たして。足軽せ、もうやめてくれやめてくれ。皆の力合わせよう。大義名分。待て、くそ苦しい苦しい。のぶちゃんのぶちゃんお願い、早くその準拳所レベル6を壊してください。カンパラ城何日かかる。2週間ぐらいで頼む。いやー結構かかるんだけど、マジかよ。1ヶ月かかる、しょうがないね。でもねカンパラ城1ヶ月かける。中野城落ちるな、もうしょうがないな。島津義久九州短大好きにしてくれ。秀吉が向かっている唐沢山城に5万4000人集まってきました。北条うじてる、あー結構強い。またか、また頑張って戦わないといけない短期だなこれ。まあ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 人数不利じゃないだけよしとしよう。あ準拳所壊しきったかも、なんかあっという間に見えない、なくなったかも。ここだ、ここで馬屋橋に入ればいい。突っ込んだ方がいいな。2万3000対2万で当たれるな。いやー打ち破るしかない、いきます。これは行くしかねえ。大軍勢と準拳所壊すの早いのか。石田三成に子が生まれたっていいですね。すっごい生まれてる子供たちが。あ本田小松だ、小松よ噂は聞いているぞ。いいね VU84 素晴らしい。当家に仕えたいという浪人が来ているようです。いいのいるかな。
お、出雲の奥にいますね。なんだっけ、歌舞伎を始めた人かなんか、そういう人。はい、投与します。さあ戦いは続く。ちょっとなんかこう増援を出せないもんか。一部隊でいい、どこからでもいい。あー、いないですね、近くには。兵糧問題もあるからな、このまま行くしかない。待機する。さあ来たぞ、秀吉の第2戦。相手は北条氏輝。てる腕が鳴るわい。ドスです。ここで勝ちたいな。今度はどう当たるべきか。まずは能力見てみましょう。こちら、まあ、先ほどと同じぐらいね、120、30ぐらいです。相手は、あ、相手が強い。いやー、能力値も同じぐらいだな、これ。強いて言うなら相手は槍兵が多いですね。武器を持っていない。こっちは、4部隊鉄砲が撃てるぐらいか。なんか、イーブンじゃダメなんだよな。圧勝したい。どうすれば圧勝できるんだ？はい、できました。今回もですね、敵と当たるときに、こちらの戦法をうまく活かして戦いたいんで、後ろに鐘を置いておきました。今回はね、山がないんで、のろしどっちも置けないんですよ。なので、兵数を回復することはできない。まあ、睨み合いをして、戦法を使って有利を作る形だね。いきます。まあ、こっちの方が、真田正幸いる分有利だろうと踏んでの戦い方をします。本当に有利かは分かりません。相手は何を置いてるかというと、相手も金置いてるね。同じような布陣だ。あ、相手、目の前に布陣してきてるね。鉄砲隊を並べろ！撃て撃て！いいぞ。川渡るか。さあ撃て撃て撃て。なぜ撃たん？いいぞ。撃ち始めた撃ち始めた。いよいよいよ。かなり有利と言ってもいいでしょう。秀吉後ろに置いとくか。危ないから。さあでゲージがもう溜まったので早速表裏卑怯を撃ちたいけど、まだかまだか。よし、ここだ。さあ相手が沼にはまったぞ。ここだ。撃て。表裏卑怯。待て、なんか全員顔が赤い。何があった？何があった今これ。ん、あ、これだ。北条綱重勝ち時、味方の士気アップ、敵の士気ダウン。うわ、これやばいんだけど。しまった。大返しが良かったな、これだったら。あ、でもあと3で打てるんで、大返しで味方の士気アップ測りましょう。これやばいです。あの士気壊滅しちゃう、このままだと。いや、これ強すぎるだろ、技能として。やばいぞ。耐えられるかお前ら。いやー、これはたまらん。一回川の手前まで下がろう。いや、敵が強えんだけど。敵が強えんだよ。もう一回表裏卑怯だな、これ。好きじゃない。表裏卑怯くらえ。防御ダウンだ。当たれ当たれ。当たれ当たれ。どっかで勝たないと、どっかで。どっか勝てるとこ探そう。ここだな、馬場信春のとこで頑張って勝つしかないな、これ。投げ払え。五色備え、五色備え、五色の部隊がそれぞれ異なる能力に特化。待て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 、何がどうなったんだこれ。東のやつらは、ちょっと待て、防御力200とかいう部隊がいる。やめてくれ。まあまあ、ここで中央だけだな。あ、で下がってった、下がってった。防御200。よし、かっこいいかっこいいかっこいい。ここだけは勝てるというポイントで勝負しろ。ここだけは辛い。西がだいぶ辛い。西がだいぶ辛いぞ。もう一回表裏卑怯だ。無理です。小早川高景軍がもう無理です。やりたい前投げ払い。大返し、ここは大返しにする。範囲が広いから立ち止まれんわ。叩き潰せ。よし、人数少ない部隊を刈り取りに行くぞ。ここでこの100人とかを倒せば相手の士気が下がるはずなんで、強引に。いやー、吉川元春強いのにもう士気がなくなっちゃう。オッケー、一部隊取った。いいよいいよ。待てよ、北条氏輝囲めそうだぞこれ。ここ囲って倒しちゃおうかな。本当は全滅。足速えなこいつ。やばいんだけど、バグみたいな動きしてるけど。いいぞ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 。もういい、もうこいつ倒しちゃおう。集まれ集まれ、こいつ倒せば終わりだ。大返しだー、連打だー。いいぞ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 。もうここ取っちゃおう取っちゃおう。いいよいいよいいよ、これでいいこれでいいこれでいい。さあ、あと800人。
いや、大返し強いわ、マジで。よっしゃあ、危なかった、危なかった、こりゃ。やりたい。わしの作る。いや、まあまあ、5万人中4万人倒せてるからいいだろう。敵飛大神外、ちょっとずつ敵の士気がくじけてきたぞ。で、問題はこの唐沢山城取れるかどうかなんだよね。これ取れなかったらかなりしんどい。はい、そしてカンバラを落としました。 OK、 いよいよ片付けない。どんぐらいで落ちる？うわー、78日ってそんなに悠長に。はい、信長隊の回戦です。次はここ勝てれば美濃輪は取れるよ。もう周り兵いないんで。敵は北条家か、楽しませてくれそうだな。余裕ないよ、そんな。のぶちゃん。のぶちゃん、勝ってね。あ、近っ。めちゃ近いんだけど。こんなもん、戦闘の準備も何もないよ。舞台の強さは、こちらは、柴田勝家を中心に相当強い。信長も強いしね。真田信行、真田のお兄ちゃんもいます。相手は、まあ、相手そんな強くないね、正直。弱くはないんだけど、こっちの方が強い。勝てるぞ。で、戦法的には信長の6点魔王っていうのがあるんで、これ使いたいんですけど、確か消費ゲージかなり多いんだよね。で、近すぎて多分ゲージ溜まるの待てないんだよな、これ。のろし後ろに置いて耐えるとかもできなさそうだし、これ前出たら敵の罠踏んじゃうしな。なんか、割と6でもないな、これ。どうしようかな。はい、できました。今回はね、戦場が、狭くてすぐ当たりそうです。っていうことだったんだけど、こっちはのろし置けないのに敵だけのろし置けそうなんだよね。なんで前に出るしかなさそうです。仕方がないんで、後ろで鐘鳴らしてゲージを回復しつつ、敵の罠を踏みつぶしながら前進します。多分強引に行くしかないと思います。行くぞ、突っ込め、気合だ。まずは敵ののろしがあるかチェック。あるね、やっぱりあるんだよな。ほっといたら兵数差がどんどんついちゃうんで、前進します、踏みつぶします。全軍前進だ。いけー。潰せー。敵の居所、やるしかねー。足軽隊、先手必勝。始めるぞ。ゲチ。ものすごく頭が悪い当たり方なんですが、仕方がないでしょう。やりたい。ちょっと待って、ま、さすがに信長最前線はないわ。それもう踏んだら、罠踏んだら終わっちゃうじゃん。切り込め、覚悟せよ。いいよいいよいいよ、いい感じで当たれてるよ。だ、問題はこの後、おそらくこっちは罠を踏まされるんだよね、奥行って。始めよ、始めるぞ、やりたい。さあ、罠を踏むがいい。覚悟は良いか。いいよ、よし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 、当たれ当たれ、頑張れ。6点魔王まだ無理。8ゲージって遠いな。おい、やりたい。東が相当やばいけど。始めるぞ、始めるぞ。よし、撃てるぞ。いや、まだ早いかな、6点魔王。今だ、撃っちゃえ、撃っちゃえ、6点魔王。はい、これで攻防アップ。敵の移動速度ダウン。ここで数が減ってる部隊を追いかけて潰します、潰しきります。東はちょっと敵の数多いんで、下がりながら、下がりながら当たりたい。よし、1部隊、まず1部隊、いよいよよ、奥に奥に奥に。そしてそののろしを壊せ、のろしを壊せ。よし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 、これのろしは取れる、のろしは取れる。あとは東、あとは東。誰か一人やられたようだ。誰か一人やられた。こっちの金はまだ無事だな、いいぞ。もう一回6点魔王を打てばかなり勝利、勝利に近づくはず。よし、勝家はその900人追っかけてくれ。のぶちゃん来たー、6点魔王準備完了。いけるよ。はい、6点魔王、はい、勝ちました。さあ、突っ込め、いけるぞいけるぞ。はい、というわけでまた圧勝することができました。今回も全滅させることができたからね、敵の拠点に兵士を戻さなくて済んだ。俺に背くことは許さん。よっしゃー、よ、ついに登用される武将が現れ始めた。士気がくじけてきたぞ。いいぞいいぞ。片付けない。さあ、でノブちゃんで後ろを落とせるかどうか。まずは国に進め。これで到着即陥落だったらめちゃ美味しいんだけど、どうかな。ちなみに秀吉交渉ないのか。交渉ない。なんでなんでだ。
あと斎藤俊光隊忘れてた、はい、こいつこいつ中之条を守りに向かおうと思います。いや守れるかな、どうだろう。相手の部隊は、あでも一部隊帰ってるな。いやーまあちょっと微妙かもちょっと無理かもしれん行くだけ行ってみよう。ちょ5つ目出せないかな。5つ目ちょっと狙ってみよう。高遠城に、あ直江兼続が出てくれるみたいだね。進みます。いやーダメだ、国峰城1000人いる、落とせない。27日か、1ヶ月かかる。次出てくるよな、秀吉のとこに次来た。いやどんどん出てくれます、そりゃそうだよね。56000人、こっちは、おこっち4400人しかいない。いいぞ、勝てるぞこれは。待て、ここにもさらに2部隊、2万人と1万6000人、そんなに数は多くない。頑張れば、いやー来た。あ指揮なさらずとも我らの勝ちは揺るぎません。家康強、よしよしよし、はい1万4000人で4万人としました。じゃあ家康ちゃんそのままなんかできませんか。いやー行かない方がいいよなこれ、行ったらなんかあんましいい結果は生まなそうだ。このまま北条戦に参加してほしいんだけど、無理、絶対ゴスメ来るよなこれ、攻め込んでも。帰ろ、やめとこ、帰ります。本当は行きたいけどね、本当は行きたいけど無理だ。つかこうはしよう無理、両方同時に戦うとか無理だよ。こうはだこうは、あとあれだ、その仲良くできませんか長宗我部さん、相手の大名から敵視されています、すいませんでした、無理でした。さあさらに回戦、これが勝てるか微妙なところ。これ勝てたらでかいですよ。中之条15万人、でも戦場狭くて1万8000人しか入れてませんお互い。こちらの武将は、大体能力値的には120ちょいぐらいだね。相手より強い、こっちの方が若干強い。そして部隊数こっちの方が多い。どう戦いたいかっていうと、やっぱり、のろしを置けたら、のろしを置きたいね。はい、できました。今回もね、後ろに、のろしと鐘、そして前方に、奈落を置いてみました。まあ、戦場上限にね、入りきれていないので、こちらだけ、のろしを置いて、兵数回復して。まあ、あとはそうだね。敵は、後ろ平地なんで、多分、のろしを置けないんで、時間が経てば有利戦法ですね。行くぞ。我に続け。始めるぞ。敵は鐘を置いて先方ゲージを貯めて先方を使おうっていう腹みたいだね。こっちはもう川のこっち側に陣取って前に出ない引きこもり戦術でいきます。雨降ってるんでのろし効果発揮してないんですけど、持久戦でいきましょう。いいなおとら出てきてくれてるんだけど、結構もう年取って病に侵されて能力下がってきてるんでね。さあもりもり兵が回復しております。いいぞ、すでに1000人差をつけました。このまま敵が来なければね、めちゃくちゃ美味しいんですけど、来ちゃった来ちゃったのね。さあ奈落に落ちたぞ、どうする。前に出ない、でも前には出ない時間を稼げ、ちょっとでも時間を稼げば稼ぐほど有利になる。覚悟しろ。さあ川を渡らせるなよ、川を、絶対に川を渡らせるな。ちょっとずつ前に出ろ、のろしを守れ。相手は隙だらけだ、太鼓持ち、前に出て采配使った方がいいね。よっしゃ、奈落踏んでるぞバカめ。やばいけど、ちょっと西がやばいけどちょっと下がりながら戦うか。よし、油断しやがったな。いや強い先方持ちの武将がいるっていうのはすごい大事なことだっていうことがよくわかる。よし、一部隊壊滅、オッケー。待て、のろしを狙ってる悪いやつがいるぞ。守れ、のろしを絶対守れ。のろしを守れば勝てるぞ俺たちは。できれば全滅を狙いたい。そしてここでもう一度采配、采配中心でいこう。いいよー、だいぶいい、だいぶいい。持久戦が功を奏している。で、士気が下がった部隊を後ろに下げて、交代制で、3交代制で戦おう
やりたい24時間交代の3交代制だ。さあ一部隊倒せそう。オッケー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 。いいよ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 、めちゃくちゃいいじゃん。はいさいはい、めちゃくちゃうまく守れてる。金も守れてるから采配もたくさん打てるし、川がめちゃくちゃ効果発揮してる気がする。敵の足が遅い。もう時間かかればかかるだけ有利になるからな、こんなの。まずい。交代交代、士気がないやつら交代だ。はいさいはい、いいよ。よーし、やりたい、いいねいいね。そろそろいいな、大人にちょっと無理させてもいいレベル。きたー、全滅させたい。これ全滅させたいな、敵部隊全滅させれば13万人ぐらい倒せる計算になるんですよ、この戦。実は何を隠そう、ここに大将いるんだけど、あえて狙わないでとにかく全滅させたい。はいさいはい、油断が過ぎるのではないか。いいぞいいぞ、こっちは取れそうだね、もうね。よし、こっちあと90人。さあ大将取れ、もういっていいぞ。許可を出す、大将攻めの。さあ奇襲通ったぞ、もう終わりだ。さあもう士気がなくなったぞ。攻撃力を下げて、はい、なんとか中之条守れました。これはめちゃくちゃでかい、これは本当にでかい。やばすぎですよ、結果見ればわかるんですけど。はい、なんとですね、1万3000人で13万2957人倒すことができました。これは状況が一変する大きな勝利です。これはね、人類にとっては小さな一歩かもしれないけど、我が井伊家にとっては大きな一歩です。さあどうする、これでかいぞ、どうすんだって。このまま出てもいいな、これ。はい、というわけで、2点3点した戦争、なんとかね、北条の15万人の大軍を退けることで、やや有利に進めることができるようになりました。西がね、あと4ヶ月ぐらいかなで、長坂部との講和が解けてしまうので、それまでになんとかもうちょっと押し込んでね、北条との戦、一時停戦することができれば、また今度は西でね、次の戦始められるのかなと思います。あとはまあ南部をね、家康がどこまで抑えられるのかだね。ただ家康相当強いんで、簡単には突破されないんで、いやー、なんとかなんとかだねっていう感じですね。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。